はい、いよいよ赤ビルの7度目の防衛戦が目前に迫ってきているんですけれども、7回目7への7ですよ、ラッキーセブン。もうこれは防衛するしかないっていう、こう回数になってきているんですけれども、まあラッキーセブンというものに守られながら、そしてプロレスの神様と、いいお話をしながらですね、この試合必ず防衛したいなと思うんですけれども、木村京子は私のチャンピオンの姿がみんなに飽きられてるって裸の王様だって会見で言われたんですけど、もしそうだったら、本当にそうだったら今回私はこのベルトをなくすのかもしれない、でも防衛したらそうじゃないってことだと思うし、それを試合で私はリング上でこう皆さんにパワーをお届けして、こういい試合をして、その上で勝つ、この高橋アナイのスタイルというものを絶対崩さずに結果を出していきたいと思いますし、ここまで来るのは簡単じゃなかったんで、うん、誰にどう言われようと自分の信じた道を今年も突き進んでいきたい、そして両国大会でまたこのベルトを防衛することを誓ってですね、この後楽園大会で、パッションでリングに上がりたいと思いますので、この姿をどうか皆さん見に来てください。よろしくお願いします。寒い冬を吹っ飛ばすぞ。